さあフルラジ第3弾やっていきたいと思います。フルチです。さあ今回話すテーマは、3月30日に出るブルーリフレクションと無双スターズという光栄テクモから出る2本のゲームタイトルですね。まあ片方はアクションゲーム、片方は RPG という、まあ、対局ではないですけど、あまり客層の被らないゲームで、光栄テクモはなぜ被らしてきたのかと僕はね恨む中話していこうと思います。僕は両方買いますね。でブルーリフレクションという方は、美少女系のヒロイック RPG と歌われていて、まあ、単性の RPG ゲームですね。でデザイン、イラストが岸田メル先生なので僕は非常に好きですね。その補足情報いらないと思うけど、でこちらの方はなんか、学園生活を送る部分となんか異世界で戦う部分、そこがまあヒロイックなんですけど、ヒーロー的な要素の2パートに分かれていて、多分この学園要素ではその美少女たちが話し合う、触れ合う様を、ね、見る、で戦闘の方の異世界パートでは戦うみたいな、いうふうに展開される。なんでしょうね、どういうゲームが当てはまるかな。学園もので異世界もの、異世界ものじゃないけど戦いものっつうとペルソナとか、まあ、そういうなんか変なものというか、なんか出てきませんけどね、モンスター的なものは。ペルソナないし、最近何があるかな、カリキュラとか学園もんでしたよね。そういう系の RPG ですね。なのでガスト、光栄テクモが出したことのないようなジャンルかなと思いますね。ガストはね、アトリエとか夜のない国で知られる会社なので、子会社ですけどね、その部分初めてなんじゃないかなっていうところでちょっと期待してますね。でそれはまあ実況しようかなと思ってるので、そこの面でも期待ですね。で、もう一個ですね、本命無双スターズですね。こちらの方は、ストーリーがですね、まあ、今までのと違って、なんていうでしょう、無双ロッチも違ってね、王国内の3人の候補者、後継者の候補者に呼び出された、その、大人気光栄テクモキャラの30人たちが、争い合うというようなストーリーで、フリーシナリオ、フリーシナリオってことなので、多分選択肢がある無双で、エンディングはマルチというね、なんか新しい展開の無双ですね。なのでまあ僕が実況する際には全てのエンディングを見ると思うので、非常に長引くかなと思います。まあ短くしてやってもいいんですけど、そしたら非常に投稿が遅くなるんでね、それは面倒いかなというところで。で、キャラクターなんですけど、30人いて、僕のお気に入り、言いましょうか言いましょう、お気に入りというか期待ですね。さあデッドアライブのほのか、マリーローズ、この2人期待です。まずで、なんと夜のない国から、主人公が出ますね。誰だっけな、あのピンク色の髪のね、アーナスか、アーナスも出ますね。で仁王からウィリアムという、赤眼の、外人侍が登場しますね。でウィリアムはなんか最後電撃的に発表されたキャラクターで賛否ありましたね。仁王のこのキャラを安っぽい無双に出すのかみたいなこともありましたけども、そんなね話をするのであればもうゲームを買わないで誰でもいいんじゃないかなと思いつつ、他はそうだね、三国無双8に出る周宗ですね。三国無双8が今年出るんですけど、その先行として無双スターズに周宗が出るっていうね、そこで彼の言動、話し方とか動きとかに期待ですね。で、そうだね、僕あんまり男キャラ使う気ないので、この無双スターズに限ってはね、プラフタとかソフィーとか、あと陶器殿からホロー王家とか、あとミレニアとか使うかなと思いますね。大元気つかめてるしね。これ本当にね、無双スターズはね、キャラクターの比率がね、男3、女7くらいで、すんごいね、普通の無双なら男7、女3くらいなんですけど、女のキャラが多くて楽しみですね。そこが楽しみですよ。で、そうですね、ストーリー、キャラクターともにとりあえず期待してるので、楽しんでやっていこうかなと思いますね。で逆にブルーリフレクションがね、僕が最後までやりきれるかっていうのも不安ですね。3月30日より後は、しばらく僕は買うゲームがないので、なんか他のゲームに邪魔されて消えるってことはないと思うんですけど、
そうですね、まあ、今逆に止まってるゲームも、やらないといけないので、とりあえずそれを進めつつ、僕がですね今手元に持ってるゲームにホライゾンとかゼルダとかあるんですけど、そいつらも全然できてなくて、なんかもったいないなって思ってます。ゼルダとホライゾン多分今年のゲームオブザイヤー候補の筆頭だと思うし、賞はいくつか取ると思うんですよ、この2タイトルとも両方ね、確実に。そういう面で、期待もしてますし、あと今ね何気に僕のゲームライフの邪魔をしているのがね、シュタインズゲートっていう、知ってますか皆さん知ってますよね、 5PD っていうね会社が出してる空想科学アドベンチャーゲームのシュタインズゲート、6年7年前のゲームだね、もう今ハマり出してですね、今シュタインズゲートを狂ったようにやってます。でシュタインズゲートが終わったら、ゼロに行かないといけないですし、そこで実況も遅れますね。なので、まあ、実況が出してない日はね、シュタインズゲートやってると思ってくれればいいですね。本当にそれほどハマっていてね、困りますね。さあ、で、まあ、この無双サーズとブルーエレクションの2タイトルで、多分ですけど、多分いきなり両方実況するっていう手は僕はしないと思います。多分無双スターズをするかなと思いますね。そっちの方が、まあ、楽しみで言うとね、案外ブルーリフレクションなんですけど、まあパーティー感とかで言うと無双スターズ面白そうなんでね、そっちからやろうと思いますけど、そうですね、まずはそのための準備をしなければなりませんね僕は。今実況してるゲームがあんま多くはないんですけどね何本あるんでしょうね今。それも終わらせながらちゃんとね、僕今エンディングに迎えるようにやろうとしてるんでね、いろんなゲーム、そこも進めていきつつ、やっていきたいと思いますね。で、そうです、次なんか適当な話でもしましょうか。じゃあ今月ね読んだ本でも話しましょうかね。僕は毎月ですね、皆さん何冊の本買うでしょうか。まあ、その質問がおかしいか、そう、本買わないかな、今の人というか、ゲームやる人はそう本を買わないのかなと勝手な偏見で、思いますけど、僕は月に10冊くらいかな、買いますね。10冊くらい買って、10冊くらい読んでますね。何の本買うかというと、大体戦国時代ものと、あとね、哲学と心理学の本は、まあ、その人気のやつであれば買いますし、なんか完璧とか孫子の兵法とか、そういう系の思想の本も買いますね。まあ、その他にもなんか、新書とかも買いますしね。僕はいろいろ手広く本を読んでる方だと思いますね。で、逆に小説をねあんま読まなくて、最近ね、最近はあれ以来読んでないですね。あの、評価かっていうシリーズがあるんですけどね、その最新の今更翼と言われてもっていうの以来なんか読んでない気がします、小説は。で、最近読んだ本、ごく最近だと何読んだかな、多分戦国時代の、織田信長の家臣団みたいな本読んでますね今。それは今、ですね、織田信長の家臣がいるわけですけど、軍団とかの佐久間信盛とか滝川一益とか、その辺の武将に、終点を当てた本で、信長の家臣がいかに動いていたのかっていうのをね、読む本でしたね。で、今ね逆に欲しい本がねいろいろあって、三国志のゲームやってる関連柄ね、三国志の本が欲しくて、そう、武将のなんか一覧の本とか、を買いたいんですけど、三国志の本ってね日本であんまりなくて、まあ、日本であんまりないというか、多分中国以外じゃあんまりないんでしょうけど、大体劉備と曹操の本が多いんですよね。その二人はあんま興味ないんですよね。前に、まあ、動画にねコメントされましたけど、僕は黄巾の乱から関東の戦いあたりが好きで、もっぱらね候補数とか、あとそうだね、袁紹とか呂布配下の高順とかね、あと曹光とか、その辺が好きなんでね、あんまりなんで関東より後の時代あんま好きじゃないんですよね。なんでレッドクリフとかの映画も
まあ、映画としては面白いけど、ストーリー的にはね、あんまり興味はないですね。そこが僕の難点ですね。なんか群雄割拠とかの時代はね、誰でも何とでもできる感があって、その辺は面白いかなと思うんですけど、なんか天下3分の K とか2分の K になってくると、もう勝つのはもう3人の中の1人なんですよね。まあ秦っていうね、急に芝居一族が勝ったりするんですけどそのグダグダ感もありますけどね、最後のなんかね、あんまり大げな勢力同士の戦いは興味がなくてね、その辺が、そう、あの僕のね、買う本の選択肢は狭めてますね。いっそのこと候補数の本とかでも出してくれればいいんですけど、絶対に売れないでしょうね。それはもう僕はもう保証しますよ。候補数の本を出しても売れないというのは保証できますね。さあ、ではとりあえず今回ここまでにしましょう。とりあえずそうですね、前半部分の無双スターズとブルーリフレクションの話がメインでしたね。まあ、この2タイトル買う人は多いのかな。両方ともね、なんか新規 IP というか、なんか続編ものじゃないので、どれくらい売れるかっていうのは予想できませんけど、どの層が買うんでしょうね。ブルーリフレクションと無双スターズは多分客層が被らないので同日だと思うんですけど、なんか両方買うっていう人いるんですかね。とりあえず僕は買うんですけど、それ以外は多分少ないんじゃないかなと思います。全然ジャンルが違うしね、この辺で、うん、と思います。さあ、ではとりあえずフルラジ第3弾はここにしましょうかね。第4弾はそうですね、本の話でもしようかなと思います。非常に僕は本をいっぱい自慢じゃないですよ、自慢じゃないですけど持ってて読んでるのでね、まあ、いろんな話をしようかなと思います。でもね、あんまり僕の持ってる本は本当哲学系が多いからね、変な話になるからそう、無理ですよね。歴史系の話でも信長の話になっちゃうので、その辺も難しいですし、そうなると、まあ、ラノベの話になりますよ、ラノベ、僕はね、その辺からラノベしか読まないので、そうですね、その両極端なのでね、そこがネックです。というところで、じゃあ第4弾でお会いしましょう。もしくはね、無双スターズ、もしくはブルーリフレクションでお会いしましょう。ではでは。